みひろの窓、始まるよー、チロリロリー今日も、ご機嫌だぜご機嫌っすねはい。はい。うん。今日は、キッチンからスタートですか？はい、キッチンからです。はい。そして、ヒントは、この洋服に隠されています。お？この洋服の色で何かピンときませんか？この洋服の色。はい。今度は何色？茶色？茶色。茶色といえば、うん、これボケですもうボケなくていいですよ。あ、ボケなくてチョコレート。ピンポーン。2月14日がバレンタインということで、はい、ちょっと私が手作りで作りたいと思います。お、はい。マジっすか？マジっす。なので今回は私も初めて作るんですけど、はい、簡単で美味しいレシピを聞いたので、うん、作りたいと思います。はい、はい、早速じゃあ準備の方、はい、お願いします。わかりました。じゃあまず材料、はい、インスタントコーヒー、ビスケット、はい、マスカルポーネのチーズ、ココアパウダーです。はいはい。いや、チョコレートあれへんがな。チョコ。いや、ここはええがな。ここは。いや、チョコレートあれへんがな。ほら、なんかバレンタインだからって、はい、チョコじゃなきゃダメってことないじゃないですか。ああ、だ。デザートです、デザート。あ、デザート。はい。なので。何作るの？全然想像つかへん。わかんない？はい。じゃあ、お楽しみに。お楽しみに。わかったら言ってくださいね。はい。はい。で、まずはインスタントを作ります。コーヒー苦いのはお好きですか？あ、僕です。あ、全然好きですよ。嫌いではないです。お、なるほど。うん、じゃあお湯はここで飲めるということで。楽ちんっすね。楽ちんです。バレンタイン作ってるんですよ、私。いや、インスタントコーヒーやから。こんなもんでいっか。うん。ブラックコーヒーにクッキーを入れます。ちょっとね、体にいい感じの全粒粉のビスケットにしました。やっぱりちょっとでもね、体にいい方がいいですから。ちなみに今作ってるチョコレートデザートは、はい、誰にあげるとか決まってるんですか？はい、うん、決まってます。本命ですか？なんかそういう本命とかそういうカテゴリーじゃないです。あ、じゃない。なんかあげたい人にあげます。だって入れまーす。え？割って入れまーす。何それ？何？そんなに入れるんすか？そしたらちょっとふやかせるまで待ちます。で、今回はちょっと洒落た入れ物にしようかなと思って、うん、ワイングラスこちらに盛り付けをしたいと思います。はい、盛り付け？盛り付け？これで終わり？盛り付け。え？盛り付けですけど、なんで盛り付けなの？これでこれ盛り付けるって、もう信用してないでしょ。あ、やわこい。いい感じ。ふにゃふにゃになった。これ入れます。ほら。すごいふにゃふにゃ。こんなにふにゃふにゃになるんだ。ふにゃふにゃ。マスカルポーネチーズ。これはなんかフルーツと一緒に食べたりして、はい、して美味しいんですよね、うん、大好きこれ。これをマッと取って結構量いきます。入れます。順調ですよ。大丈夫。あ、ちょっとでもあれか、あれ。ちょっと思いのほか、はい、クッキーがぐしゃってなっちゃったから、うん、これはつけないでこのまま入れようかと思います。こんな感じ。ああ、その。そう。こういう感じ。感じ。で、もう一回これ入れます。何を作ってるの？だから、はい、デザートですよ。私もね、うん、試し作りしてないから。あ、これ、初めて作るやり方。うん、はい。一昨日聞いたんですよ。はあ、作り方を。はいはい。で、今初めて作ってます。じゃあ、これ合ってるんですか、その。聞いた通りに作ってます。あ、そうなんです。うん、ここはパラだ。お、ここ。もうそれ締め、締めじゃないですか、それ。ここはパウダー、締めです。かけます。けどね、これでも視聴者さんは。食べたいって思ってくれるんですよね。みひろのもとの視聴者さんは優しすぎるから。そう、みひろのもとのね、視聴者さんはね、優しい。多分ね、すごいね、ほころんだ顔で、この動画を見てくれてるって信じてる。こんな感じで。嘘。私からの気持ち、はい、受け取ってねー。てへ。これほんまに、うん、なんていうんやろ。何ですか。言葉選びがむずい。言葉を選ばないで言ってみてもいいですよ。いいっすか。うん、一言で言っていいですか。はい。雑。まあ確かにちょっとここの周りについちゃったから、うん、本当は映える感じでミルフィーユにしたかったの。うん、はい。でもなんかちょっとそういうことしたらもっと汚くなりそうだなと思ったから、うん、あえてこういう感じにした。これほんまに単品でそれぞれ食べた方が美味しいと思うんですけど。と思うでしょ、はい、これ一緒に食べてみてくださいよ。うん、あの味になりますから。あの味、うん、なんやろ。なので、はい、私からのバレンタイン、森地さんどうぞ。あ、僕にくれるんですか。はい。いつも、回して編集してくださってありがとうございます。ありがとう。ちょっと複雑やな。いただきます。本当？はい。じゃあちょっと、食べてみてください。じゃあこれはもうこの見た目からして、ギリ中のギリ。だけどね、せっかくみひろさんがね、うん、適当に作ってくれたんで。いやいや、適当じゃないよ。感謝の気持ちを込めて丁寧に作りましたよ。気持ち込めてました。うん。じゃあいただきますね。どうぞ。混ぜて下から。混ぜるんですか。すくってなんか一緒に食べてね。このコーヒーの下のコーヒーと。そう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 。うわー、なんか気持ち悪い。そう？あれ？そもそもこれ味甘いんですか、これ。どうですかね。いや、それは知りませんよね、みひろさんもね。初めて作ってるから。じゃあいただきます。どうぞ。どうですか？これもうほんま根にもたどいてくださいよ。味あれへん。もうせっかく嬉しかったのに。そんな悲しまないでください。普通にチョコ買ってきてくださいよ。このチーズとこの全粒粉のコーヒーしたやつね、はい、これでいいでしょ。これだもんね。はい、そうです。じゃあいただきます。僕嘘ついてましたか。想像と違うな。あれ？あ、わかった。コーヒーが薄かったんだ。コーヒーがもうちょっと苦みがあって、もうエスプレッソみたいな味してたら美味しかった。美味しい。味します。甘いです。甘くはないです。私は何を作りたかったかっていうと、はい、ティラミスを作りたかった。ティラミス、これはティラミスになるはずだったんです。もっとティラミスやったら、もっとココアパウダーをふんだんに使って、なんかプリンみたいな感じの形しか真ん中で。でもちょっと違うな。っていうことは？失敗しました。あれ？おかしいな。失敗しちゃった。ごめんなさい。いやいや、僕の数年ぶりにもらったバレンタインチョコがこれか。ごめんなさい。こんな味になるのか。ちょっともうその教えてくれた友達に言うといてください。ちゃんとチョコレートで作れるやつを教えて。わかりました。この動画が出来上がったらコピペして、その方に送ります。こんな感じだったけど何が違うのかなって聞いてみました。正解を聞いてみてください。正解を知りたかった。あれー、マジか。やっぱ私デザート作るの向いてないわ。いや、もうこれもう作るっていうか、もう混ぜて乗せてるだけやから。リベンジさせて。リベンジ、うん、ホワイトデーに。ホワイトデーに、うん、わかりました。ホワイトデーに今度こそ美味しいデザートを作る。せめて一回練習しといてもらっていいですか。そうだよね。私も思った。練習してこれなら喜んでもらえるだろうって、ちょっとやるわ。ホワイトデー待っててください、はい、必ず美味しいデザートを作りますから。はい、今度はもうちょっと手の込んだデザートにしようと思います。わかりました。じネル登録よろしくね。高評価、コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもとよろしくね。